組手。組手とは、主に二人で相対して行う、空手の練習形式の一つ。決まった手順に従って、技を掛け合う、約束組手、自由に技を掛け合う、自由組手、勝敗を目的にした、組手試合が存在する。他に、型の有効性を検証する型分解を、分解組手と呼ぶ場合もあるが、これも、約束組手の一種である。組手は、 本部、朝本によれば、琉球方言で、手を組むという表現から来ているとされる。組手は、琉球王国時代から行われていたのであるが、組手の伝書が存在しなかったため、当時の組手が、具体的にどういった形のものであったかは分かっていない。船越義鎮は、組手といって、特にあるものではなくと述べ、また本部、朝本も、組手は、 琉球においてイニシエより行われたのであるが、未だ制定した方というものはなく、なお文献にも残っていないと語っているように、従術系のような制定された約束組手は、明治頃まで存在していなかったと考えられている。1867年、首里崎山にあった琉球国王の別邸、御茶屋御殿で開催された、作法施設のための祝賀会において、荒垣通事をやぐも 荒垣き明と新英里、竹刀の親雲城の二人が講師を演舞したの記録があり、これは組手のことを指していると考えられているが、名称のみで内容は不明である。今日現存する最古の組手書きは、本部、朝本が1926年、大正15年に表した沖縄憲法等手術組手編で、それ以前のものは現存していない。 この書で発表された12本の約束組手、朝本12本組手は、現代の競技試合から取り除かれた、急所攻撃などが多く含まれており、古来の組手の様子を伺い知ることができる。他に、花城長主が、学校体育用に1905年、明治38年に作成した約束組手の一部を、空手道体館、昭和13年の掲載写真から解読する試みが、 近年行われている。沖縄時代の組手が半然としないのは、伝書が存在していないというだけなく、当時の空手が型稽古中心で、組手がそもそも練習において大きな比重を占めていなかったためでもある。型稽古の他には、薪らや CC、サーシーといった道具を用いた単伝稽古と、あとはわずかばかりの型分解のようなものがあるだけで、 型で覚えた技を実際に試したいものは、那覇の辻町、遊郭街などで行われていた、掛け試しと呼ばれる一種ののじ合いを行う必要があった。しかし、本部、朝本などを例外とすれば、掛け試しによる実践の修行も一般的ではなったと考えられている。空手は大正時代に沖縄から本土にもたらされたが、初期の頃はやはり型稽古が中心であった。 一種の分解組手、型分解のようなものはあったが、分解して、本に書いてある、わずかな組手しかなくてあれが中心でした。小西安弘とされるように、わずかな数しかなく、体系的なものでなかった。内容も、今ほど精妙を極めておらず、随分疑問な点があったが、質問しても、一つの例式だということで理由をはっきりできなかったと、言う。また、約束組手や、 自由組手はまだ存在していなかった。しかし、当時すでに本土では、柔道や剣道などで試合が行われており、またランドリー稽古も積極的に行われていたので、型のみの稽古に次第に、本土の若者たちは、不満を募らせていった。また、小西によると、長岡周一、柔道柔弾や磯貝はじめ、柔道柔弾等、当時の行動官の重鎮たちからも、 君のやる空手は型だけでは分からんから、もう少し一般の人が分かるように少し工夫したら、どうだと、その型編長の稽古スタイルが、たびたび批判されたという。こうした不満や批判を背景として、当時の若者たちが、それぞれ独自に約束組手や組手試合を、考案していったが、これらが、今日の空手の組手の原型である。大塚博則、和道流階層。 小西康弘、新東自然流、山口豪玄、津吉重流、沢山隆司会、日本憲法改祖、マブニ県は門下たちである。本土で最初に約束組手を作ったのは、船越義沈皇帝の大塚博則であったが、大塚は当初演舞会のために組手を考案した。戦後のインタビューで、大塚は当時演舞会で見せるものが何もなく、困ったので、 柔術から糸りや担当取り、立ち取りなどを取り入れて作ったと創作秘話を語っている。大塚は1929年、昭和4年頃からは組手試合も試験的に始めた。小西康弘も柔道界からの批判を受けて、私は竹内流のね、やり方だとか、野牛新眼流や甲賀流のやり方だとかを取り入れて、大体でっち上げた形で約束組手を、 作り上げたところ、行動官の重鎮たちから、それなら良いと評価されたという。一方関西でも、昭和に入ると立命館大学の山口孝明、宮城町巡門課が独自に組手を創作していた。山口は1929年、昭和4年頃に、片中心の空手に満足しなかった私は、さらに一歩進んだ考え方から、実践組手を創案して、 現在のような交換稽古ができる基礎を作りましたと、戦後に雑誌に寄せた論考の中で語っている。また、関西大学柔道部に在籍していた、沢山隆司会、本名、勝るは、1929年、昭和4年に、マブニケンワと宮城長順、強氏し重流階層を招聘して、関西大学当主研究会を設立したが、次第に型のみの稽古に、 物足りなさを感じて、1932年、昭和7年、大日本憲法という防具組手を主体とする空手とは、別の武道を創設した。しかし、こうした態度は、沖縄から来た空手への指導を疑うようなもので、黙認される場合もあったが大問題に発展した、事例も存在した。特に、東京帝国大学の某、ヒデオ、三木寺三郎らが始めた、防具組手は、 船越の激凛に触れ、船越の東大師判辞人問題にまで発展した。また、同じ頃、船越門下の大竹はじめ像、酒井さん男、アマチュアボクシングの高ーにウアが球団下に作った、大日本憲法研究会が、空手と、剣刀、ボクシングの共同研究と称して防具付き空を、始めたが、これにも、船越は激怒して、酒井を波紋にしている。こうした反対にい、 空手の組手試合の正式な確率は戦後まで持ち越すことになった。戦後、本土では全日本空手道連盟連部会の前身、ハ武タ官が独自に防具組手を考案して、1946年、昭和21年頃から組手試合を始めた。1954年、昭和29年には、第1回全国空手道選手権大会を開催して、 大具付きルールで大規模な試合を実施している。また、1950年、昭和25年に結成された、全日本学生空手道連盟により、1957年、昭和32年に、全日本学生空手道連盟主催で、伝統派、寸止めルールによる、第1回全日本学生空手道選手大会が、開催された。他に、山田達夫も、 昭和20年代から独自にグローブ空手を考案して、1962年、昭和37年には第一回空手競技会を開催して、後のフルコンタクト空手の先駆けとなった。1964年、昭和39年、全日本空手道連盟、全空連が結成され、1969年、昭和4年、第一回全日本空手道選手権大会が、 開催された。翌1970年昭和45年には第1回世界空指導選手権大会が東京、日本武道館、大阪、大阪府立体育会館で2度に分けて開催された。これに先立つ1968年昭和43年にはメキシコオリンピックにてメキシコオリンピック招待空指導選手権大会が開催された。戦後の沖縄では 一心流、島袋達夫、上智流、上智漢芸、沖縄憲法、中村茂、本部流、上原正吉等一部の流派で、組手稽古は積極的に行われていたが、こうした例は、例外的でややもすれば異端視され、小林流、千葉の朝信や、片山流、宮城長順などの主要流派では、昔ながらの伝統的な型稽古が中心であった。 しかし、片山原流でも一部の道場、津口正吉では、米国軍人相手の指導において、昔ながらの片稽子では彼らの容赦ない質問を満足させることができないことを痛感して、独自に片分解、分解組み手や基礎組手、基本組み手を制定して、稽古体系の合理化を図っていった。また、小林流でも一部道場、光湯地下で、 係稽古と称して組手稽古を行うところがあった。組手試合の開催も本土より出遅れていたが、1960年代から各流派、団体が個別に開催する形で徐々に始まった。他にも琉球大学空手道部や県下の各高校で独自に組手試合が行われるようになった。国体への参加は全日本空手道連盟への加盟問題や、 本土流派が中心となって制定したルール、指定権への反発から沖縄県体育協会、県体協に加盟する全沖縄から手道連盟、会長、八名徳が反対したため見送られていた。しかし、沖縄での国体開催が近づく中で、ついに県体協は全沖縄から手道連盟を脱会処分にし、代わりに国体参加を容認する新設の沖縄県から手、道連。 会長、長峰昇進を加盟させた。翌1982年、昭和57年には、沖縄から手動連盟主催の第一回空手道選手権大会が、島根国体の予選も兼ねて開催された。その後は、1987年、昭和62年に、沖縄県で開催される、解放国体へ向けて、取り組みが強化され、競技組手の普及とレベルアップが図られた。 しかし、この国体参加問題は、沖縄からって各流派、団体の間に、深刻な亀裂をもたらした。全沖縄から手道連盟、沖縄県空手道連盟のほかに、その後いくつかの組織が設立され、ますます混迷を深めた。こうした状況の中で、沖縄独自の組手をどうするかという問題は置き去りに、されたまま残り、うやむやのうちに、 本土の競技空手に敬語をしたことについては批判もありする。戦後、試合ルールが統一されなかったために、防具付き空手、寸止め空手、フルコンタクト空手それぞれが、独自のルールを制定して組手試合を実施した結果、組手のスタイルや技術も分裂の様相を予定するようになった。また、組手試合を実施、発展させる過程で、 ボクシングやムエタイの技術を導入する動きもあったため、今日の空手の組手は、沖縄古来の組手とは別物であるとの批判もある。さらに、1990年代から起こった、総合格闘技ブームに影響されて、投げ撃儀だけでなく、関節技や投げ技を組手試合に導入する流派も、増えてきた。それゆえ、空手という名称に必ずしもこだわらなくなった流派や、 空手という名称でありながら実質的にはキックボクシングや総合格闘技に近い流派、会派が出現している。一方で古伝空手の組手への回帰も唱えられるようになり空手の組手のあり方はますます多様化している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。